進めて。はい、奥日光湯本の駐車場にいます。とりあえず出発前なんですが、先日買ったザックのご紹介、これがミレーのサースペ30+5の M サイズですね。今日はね、こんな大きいザック必要なかったんだけど、ただ試しにね、いろいろ重いものを入れてですね、背負い心地とかを試してみたいと思います。あとこっちはね、カブママが最近買ったマウンテンハードウェアのスクランブラーですね。スクランブラーの35リッター、これもね、シュッとして非常にかっこいい。まあ、僕ね、これ買わなければこっち買ってたと思いますけど、非常にいい、かっこいいモデルですね。はい、湯本はね、雪こそ積もってないんですが、まあ0度ぐらいでしょうね。はい、こっからね、一応予定だと切り込み湖、刈り込み湖に向かいます。はいはい、はい、まあ、源泉ですね。すごいね、ほら、すごい色してる。これ何色って言うんだか分かんないけど、ね、なんかさ、鬼太郎とネズミ男が出てきそう。そんな感じしない、うん、すごい、これ卵の黄身の匂いだな、これ。はい、はい、ここは根性道路ですね。はい、国道ね、注意して渡ってもらって、向かい側が、はい、切り込み刈り込み湖、あと高徳の登山口になります。久しぶりじゃない、正直30年ぶりだよ。今これぐーっと行って切り込み刈り込み、あ、刈り込み切り込みか。ちょっとね、こういうルート行くか、こうやってピストンして戻ってくるかは、ね、上京したいと。結構もう雪が積もってるね。じゃあ行ってみますか。入山しまーす。雪結構滑るね、これ。うん、木の根っこの間に。はいね、さっき出発の時にここは30年ぶりって言いましたけど、30年っていうと僕が大学を卒業した年かな。社会人になって最初の年ですね。その時行った会社の仲間とここを通ってね、行ったんですけど、まあ、この登山道はね、ありましたけど、もうちょっと幅が狭くて、っていうことを考えると、その後だいぶここを通る人が増えたんだなということですね。まあ、当時も今もそうなんですけど、なかなか来る人が少ないということと、まあ、他に日光っていうのは有名なものがいくつもあることからですね、比較的訪れる人は少ないんですが、それでも神秘度という点では奥日光でも指折りのものがあります。特にね、ヒメマス
の伝説があったりね、まあそれは後から人が作ったものも多いんだけど、ちょっと神秘な感じがするところなんで、僕も久々にね今日来ることができて非常に楽しみです。ちょっと見えない、そこが立野海って言うんだけど、ん、ああるわ、水あるわ、うん、見える見える、わかるかな GoPro で、あそこにね緑色の見えた、よかった。声はなんとなくね分かるんだけど、パッと見て分かる人はすごいね、いいな、コマ撮りいいな、ヒンタな、うん、誰が殺したクックロービンって感じですね。ヒンタラだ。あとちょっと行くと、小峠ですね。あと 2,3 分だと思います。はい、峠に出ました。いやあれ、こうベンチなんか作られてる。すごい、整備されちゃった。はい、ここが小峠ですね。はい、湯本からね、1.4 キロ来たんだね。で、刈り込みまで 1.1、 あと多分25分ぐらいだと思います。なんかさ、この辺なんかもろ粉砂糖がさかかったチョコレートみたいだな。腹減ってっから。そういうことしかこう思い浮かばないんだよ。ん、ああそう、クリスマスに食べるさケーキ、腹減ったな、ケーキ食いて。はい、やっとだね。ここねぐっと下っていくんですけど、そうすると刈り込み湖に出ます。うん、もうすぐ見えてくると思うよ。おお、いいね。ちょっと滑りそうで怖い。
もう延々と降りてきてね、本当に峰から谷底に降りてきてる感じ。おお、久しぶり。おい、切り込み子、刈り込み子。はい、降りてきますか。こっちがね、刈り込み子です、ね、今はね、もちろんダメだけど、そこら辺でね、僕子供の頃キャンプしてる人が何人もいましたね。おお、久しぶりだな。久しぶりです。あー、こんな感じだっけ。30年前の記憶は、うん、ただ30年前ですもね、僕は24だったから十分大人だったんだけど。おお、水が少なくなった印象だなこれ。素晴らしい秘境ですね、ここは。秘境だね。秘境だよ、ここは。ここはね、上空から見るとね、あの天才バカボン出てくるあのピストルのおまわりさんの目玉みたいな。そんな湖の形をしてます。よかった、雪もね収まってきたね。じゃあね、刈り込みの次はね、切り込み湖の方へ移動します。まだちょっと登って分岐に戻ります。ピストルのおまわりさんの目玉みたいだろ。あ、またね、降ってきたな、雪。はい、ここがね、一番幅が狭い部分ですね。こっちがね、刈り込み湖、こっちが切り込み湖で、この隙間がですね、だいたい10メーターぐらいですかね。だからね、完全に干上がっちゃうとここを渡れて向こうまで行けるんですね。はい、こんな感じになってます。切り込み湖の、東の斜面にいるんですが、はい、ここまで来てね、この先かなり雪が吹っかけてきそうな感じもするんで、今日は出発地に戻りたいと思います。はい、10時12分、刈り込み湖まで戻ってきました。刈り込みの湖畔に降りてね、食事したいと思います。お腹減っちゃったね。刈り込みに戻ってきてね、湖畔の草地で昼飯と朝飯の中間飯を食おうと思います。
冷てー。焼きそば食うか。焼きそば冷てでもうまいよ。本当はね、クッカーでお湯沸かしていろいろやりたいんだけど、国立公園内なんで指定された場所でしかやっちゃいけないんですよ。でここはね、その場所とは違うんで、ここでねやってる人も中にはいるんだけど、本当はダメなんだよね。とりあえずこの湖畔では冷たいとはいえね、あの焼きそばパンを美味しく食べてます。ちょっと足んないな、うん、これはね、これのクリームパンシリーズは僕は非常食で必ず持ってくんですけど、たまにはこれアンパンもいいなと思って、ちょっと高いんだよね、ファミマよりも。これも詰めてはい、しっかり食べたけど冷たいものを腹に入れたんで、それでも腹が満たされたんでパワーがつきました。はい、じゃあまた来た道戻りましょう。あー戻ってきた。11時36分3時間ちょっと山の中入ってましたね。はい、お疲れ様でした。まあ、冷たいものしか口にしてないんで、下界に降りてね、あったかいお蕎麦でも食べようかなと思います。はい、あ、もうね、湯の湖が光り輝いてるね。もうお昼近くなってるから、もうほとんど雪は溶けちゃいましたけど、まあ、これから奥日光はどんどん雪の季節に入ってきます。この先根性道路もね、雪のために閉鎖になりますので、こちら来る際はですね、タイヤには滑り止め、もしくはサドルスタイを履くようにね、心がけてください。はい、以上カウパパでした。ありがとうございました。